開拓や悶絶、皇太子を見てても辛いわ。楓それどころじゃないけど第五診断よ。真面目にシャレになってないパターンかこれ。一個ロストボールじゃないか。見ているだけで汗出てくる。本人は油汗だな。えげつないとこに当たったのかな。海のパーカーだけどオーブしてるんじゃなかったんか。しかしファールが子宮やもんないやってるわ。一度脱いで確認した方が。そんなふさふさした頭でやってるからあかんねんな。かい、子供いたっけ。無理すんなって海のでええやん。当たってバウンドしてさらに直撃。一回ベンチに下がって治療が必要やろ。デッドボールの球でこんだけなるわけないだろ。本当に審判のレベルの低さよ。もう変わっとけ。腹も痛くなってくるやろ。やっぱキャッチャーって大変よね。別に交代でええのに。いや変わっておけよ。俺なら棒でガードしてたな。参考までに開花には子供二人います。俺の未使用かつしっかりカバーされているあれを貸してあげたい。変えてあげた方が良さそうだがな。ご視聴ありがとうございました。